国立研究開発法人、科学技術振興機構 JST のバイオサイエンスデータベースセンター NBDC 研究員の三橋と申します。本日は人データ共有のための取り組みという題で講演をさせていただきます。最初に JST と NBDC の紹介をさせてください。NBDC は JST の一組織であるんですけども、そのミッションとしまして、ライフサイエンス研究の成果が最大化、 まあ最大限活用されるように、まあ、オープンサイエンスという方針のもとでライフサイエンス分野のデータを統合して利活用を促進するというセンターとして2011年10年前に設立されました NBDC のミッションをもう少しブレイクダウンしますと以下の3つのテーマで活動を行っております一つは広くということで、まあ、データを共有するためのルールガイドラインを作成し、まあ、データを集めるということ で2番目は、集めたデータを統合する、つ、ま、な、あ、げるための技術開発として、まあ、RDF というフォーマットでデータの統合を行っております。その他、辞書を作ったりとか、様々なそういう統合するための技術開発を行っています。で最後に、まあ、使うということで、統合したデータを使いやすくするためのアプリの開発、データ駆動型研究に向けての、まあ、研究などを行っております。これが NBDC のウェブサイトでございますが、えー まあ先ほど申し上げました統合データベースはそれを使うためのツールが、まあ、誰もが無料で利用できるようになっていますで。共同研究先のライフサイエンス統合データベースや、まあ、ファンディングプロジェクトで作られたサービス、データベースなんかも利用できるようになっています、えー。統合 TV という動画による解説がありますので、これを見ていただければと思います。でサービスのの一覧のところですけども、まああの 今日紹介させていただきます、人に関するデータベース、n b d シ人トデータベースやバリアントのデータベース、統合バーといったサイトへもここからアクセスすることができます。で、あのなぜですね、人由来のデータを集めて共有する必要があるのかという背景について、常識かもしれませんけど、簡単にご説明させていただきます。人間のゲノムには、ごくわずかなんですけども、個人差というのがあります。 でこの個人差というのを理解することが、まあ、人間の健康や病気に関する原理とメカニズム、えー、もう少し噛み砕きますと病気のかかりやすさ、薬の効きやすさ、まあ、治療率なんかの違いにつながってきますで。こういうことができるようになったのはですね、人のゲノムの延期配列、DNA の配列を決定するコストが非常に下がったということがあります。一人今約数百ドルで、えー、配列決定できるというふうに言われています。 で、こうして、ゲノムと、ま、の個人差とですね、疾患等の関係が分かるとですね、ゲノムの違いによって、ま、治療方針を決めることができる、ま、個別改良、プレシジョンメディスンといった、え、医療が実現すると言われています。え、そのためには、より多くの、ま、個人の医療情報や、え、ゲノム情報、ま、医療情報とセットになったゲノム情報を蓄積した、ま、データベースの構築というのが、え、必要になってきます。で、欧米では、米国の NIH の DBGAP やヨーロッパの e j という、 公共データベースが構築されました。まあそのため、ヨーロピアのデータが圧倒的に多いです。 でゲノムにももちろん人種差がございますので日本人のデータベースを作るというのは非常に重要です。で日本でも多くのまあ患者さんというか研究参加者を集めてまあデータを集めて疾患に関する知見を得るための研究、まあ、これコホート研究と呼んでおりますが、えー、日本でもバイオバンクジャパンや東北メディカルメガバンクというところで数千人から10万人を集めて研究が行われています。 NBDC の首都データベースは国立遺伝学研究所 DDBJ センターが運営するジャパニーズジェノタイプヘ d タイプデータベースアーカイブ JGA と共同運営をしております。 で、NBDC の方がまあ制限公開をするためのガイドラインを作成したりですね、制限公開時データ提供や利用するために審査が入るわけですけども、その審査を行っております。で、一方、DDBJ の方はデータの管理やユーザーへの払い出しなどの業務を行っております。 で、公開からちょうど7年経ちますけども、ここに書いてあるように300件程度の申請がありまして、追加更新なんかも行われています。で、大体約32万人のデータが格納されていまして、そのうち150件ぐらいが公開されていて、140件ぐらいの利用申請があるというものです。で、えー ここからはですね、あの、セミナー概要で問いかけられていました、この4つのテーマに沿って、人データベースの内容を紹介させていただければと思っております。でまず、データの区分ですけども、NBDC で扱うデータというのは、基本的には、人以外のデータも扱っておりますが、非制限公開、フルオープンで扱っております。生命関係データベースアーカイブなどでデータ公開しておりますが、クリエイティブコモンズなどのライセンスで公開しております。 でまた NBDC 自体は、えー、論文前のデータなどですね、一時的に非公開のデータを預かることはありますが、永続的に非公開なデータを扱うことはありません。でまた NBDC 自体が、えー、NBDC データベースのデータを使って、ライフサイエンス研究そのものをするということもしません。まあ、中立的な立場でデータベースを運営しております。 でその中で、やはり人由来のデータだけというのは、どうしてもコントロールドアクセス制限公開で扱わないといけません。まあ、これは皆さんご存知のように根拠がございます。その根拠というのが、えー、人由来資料を対象にした医学研究を実施する上での、まあ、これ、医学指針であったり、2番目のゲノム指針と呼ばれているものであったり、各種の倫理指針です。これに沿って研究なり、データの共有をしなければなりません。 で、この指針というのはさらに根拠法がありまして、いわゆる個人情報保護法というのが、に裏付けられた指針となっています。で、これがあのゲノム指針2001年に出されたものですけども、これの基本方針の部分です。で8項目すべて重要なのですが、特に赤線を引いた部分ですで。例えば5番目のところの個人の人権というのは、まあ、医学の発展やそういったものよりも何よりも優先するというところが一番重要ではないかと思います。 でそういっった精神に沿てて制度設計がされております。でまた、個人情報保護法の方うも、まあ、完全施行されたのが2005年ですけども2017年にえっと改正がされましたで改正の主な内容として赤く囲っておりますように個人情報は何,が何かという定義の明確化がされました、えー、で人由来データに関しても、えー、その枠組みで個人情報として扱われることになりました。 で、次のスライドが、まあ具体的に何が個人情報になるのかってことなのですが、一番ゲノム研究で扱う DNA の配列情報が、ほぼ研究で扱うレベルのものは全て個人識別符号という個人情報というふうに位置づけられました。で、二番目に今度は病歴であるとか、投薬情報であるといった医療関係データはさらにあの、 厳格な管理が求められる要配慮個人情報というものに該当するようになりました。これらの定義というのは、法律であったり、その下の政令であったりというところにきちっと小さい字で書かれてますように定義されています。要配慮情報になると何が大変かといいますと、あらかじめ同意を得なければ、データを第三者に提供できない、いわゆるオプトインという手続きを得ないといけないというところが大変なところでもあります。 で、次にですね、2番目ですけども、データ所持者、データ利用者とのステークホルダーとどのような取り決めを行っているかというところです。で、ステークホルダーとしましては、人のデータですので、データ提供者利用者のほかに、研究参加者、まあ、資料を提供していただいた方もステークホルダーになります。で、研究参加者が、まあ、えー データ提供者が研究をするときに研究参加者から資料をもらうわけですけど、そのときにはどういう研究に使うかという目的を説明した、まあ、同意説明書というのが必ずあって、研究参加者はその同意文書にサインをしているはずであるという取り決めがあります。で3番目にデータベースセンターである NBDC とデータ提供者や利用者のとの間の取り決めというのは NBDC が作りました人データ共有ガイドラインというのがありまして、これに則っ,って運営をしております。 で、データ、そのガイドラインの中にはですね、データ提供時に提供者が守らないといけない必要事項というのが書かれています。一つ目は、データ提供者が実施した研究ですね、が倫理審査委員会、その組織の倫理審査委員会で承認されているということを、研究計画書、承認書とともに示していただく必要がある。その中には、もちろん研究参加者からきちっとインフォームドコンセントを取ってると。 なおかつそのインフォームドコンセントの中にデータベースでデータを共有するということがきちっと明記されているということを必ず確認しております。この同意がないものに関しては、人、えー、データベースで扱うことができません。で最後に、えーまあ、IC に基づいた制限事項ですね、例えば特定の疾患のみでなければこのデータ利用できないというものが IC で決められているものがあれば、そういうものも申請していただくということになっています。でデータ利用時の、えー、同じように必要条項も、えー ガイドラインに決められておりまして、同じようにデータを利用する研究も倫理審査委員会の、えー、承認を得ていないといけないと。で、あと研究をされる方は、そのデータを使った分野での研究経験があるということで、論文等の書士情報を求めています。あとは、えー、利用する、えー、インフラ、えー、IT 環境がきちっとセキュリティ対策を行われているということをガイドライン、チェックリストを使って、えー、と確認をしております。で、えー これが IC に基づいた個別の制限事項の表示例ということで、この左にあるのが各データの内容を表示する概要ページということで、どのようなデータに関してもオープンで、こういった概要データは公開しております。 その中にポリシーのリンクがありまして NBDC ポリシーというのはガイドライン標準のポリシーでございます。で、この隣にある h u m なんとかというリンクはこのデータセットに特有の制限事項をつけることができるという例であります。で3番目ですが、特定の研究者、研究機関内のみに限定して研究データを提供する制限教育との違いは何かということです。 で、NBC 人データベースにも制限共有という仕組みがあります。これはデータの公開に先駆けて、まあ、グループの中で共有する仕組みということで、公開に先駆けるということですので、将来的には、先ほどの人で、制限共有系のデータベース、もしくは非制限公開としてデータの公開をするということが、条件になったものを一時的に制限共有をするという枠組みになっています。で、現在のところは、まあ、 制限共有の枠組みとして NBC グループ共有データベースというものを運用しています。現在 AMED が実施するここにある3つのプロジェクトから出てきたデータが今制限共有として実際にデータが格納されています。もちろん AMED 以外のグループもグループ共有データベースを作るという枠組みがございます。で、この表はですね、制限公開と制限共有がどこが違うかというものをまとめたものです。でまずガイドラインですが、制限共有の場合も 人データ共有ガイドラインに準拠していただくんですが、まあ、女性機関、この場合 AG、AGD の場合は AMED の方針でガイドラインを多少変更することができます。えー、ということで、AGD の場合はデータ提供者が合意した場合のみ、データが利用できるようにガイドラインが変更されています。ですので、AGD のデータを利用したいユーザーは、あらかじめデータ提供者の合意を得て、NBDC に利用申請をしていただかないといけないということになっています。 その代わり、制限共有の場合は、まあ、国際 DNA データベースに登録する際に、アクセッション番号という番号が発行されますが、その番号が発行されません。そのため、論文発表するためには、基本的にはこのアクセッション番号をデータを使った場合には書かないといけないんですが、制限共有のままでは、えー アクセッション番号取得できませんので、あの、きちっとした論文発表ができないことがあります。ですね、その場合は、制限公開に移行していただくという必要があります。でこれはデータ提供者だけではなくて、利用者も同じ条件になりますので、まあ、利用者にとっても、ちょっと、やや制約の多い共有となっております。で、最後に4番目ですが、えー、制限 公開や制限共有を行う機関の実態ということで、ここに書かれている関係性などの実態を説明していきたいと思います。でデータ提供者との関係性ですが、NBDC 自体はデータを作り出す研究の助成はしておりません。えー ですので、米国の DBGAP というデータベース、先ほど紹介しました。これを運営するのは NIH ですが、ここは巨大なファンディング機関ですので、まあ、データ公開を義務化することが制度上できるんですが、我々はそういうことがちょっとできないという関係性になっております。その代わり、まあ、データ公開を促進する工夫としまして、日本の場合の女性機関である AMED と連携しております。 具体的には AMED の研究データ利活用ガイドラインの中に、必ず AMED の研究ではデータマネジメントプランを作るようにして、さらにその中にデータ公開予定を記載するということを義務化しました。で、その受け入れ先として AGD や人データベースが含まれています。 で2番目としては、先ほどから申し上げておりますように、アクセッション番号を取るということが論文受理の条件になってまして、これが制限公開を促進する最も大きなドライビングホースだと思っております。で3番目として、えー IC に基づいた個別の制限事項を受け付けるという話を先ほどいたしましたがこれをやることによってです、ね、制限事項があるために再同意を取らなければデータベースに帰宅できないものに関してもなるだけその制限事項ごと丸ごと取り込むということで公開のハードルを下げようという工夫をしておりまますでこれれ制限公開共有ででの流れでございます。 データ審査2週間ほどかかりまして、えー、専用サイトを作って、えー、JGA の方にデータを登録させていただく、登録するとアクセッション番号が発行されるという仕組みになっています。で、一方、データ利用者に関してですが、まあ、ひたすら人データを使いやすい環境を整備して、えー、促進をしようと、これによって制限公開等の、えー まあ、必要性も、えっと、高まるんではないかというふうに考えています。で、方法としては、まあ、申請手続きを効率化するということで、ウェブシステム化を行っております。まあ、今週からウェブシステムの運用が始まっています。 2番目は、ダウンロードしたデータを解析する必要があるんですが、その計算機、セキュアな計算環境を整えるというのはかなり手間です。ですので、ガイドライン上はオンプレミスの環境、自前で計算機用意するということになっているんですが、オンプレミス以外での計算機サーバーを提供することにしました。現時点では JJ を運用している DDBJ と東北メダルのバンク、どちらも不法を持っているところでして、まあ非常に、えー、まあ、 潤沢な解析環境を用意しました。これを、え、時間外サーバーと呼んでいます。で、3番目としては、制限公開データの概要を把握できるようにですね、まあ、個人差の部分に、ゲノムの個人差の部分に注目するということを申し上げましたが、これをあらかじめ解析して検出して、一、まあ、データベース内でどのぐらい個人差があるのかという頻度を、非制限公開として出すことによって、データの中身を少しでも把握してもらおうというふうに考えております。 これが利用の流れですけど、利用の流れも申請を出していただいて、審査2週間ほどかかりますと、JGA からダウンロードできるようになります。これ、機関外サーバーの仕組みですけども、以前は自組織のサーバー以外使えませんでしたが、現在は自組織でも使えますし、DDBJ やトークメディカルのスパコンも使えるようになっております。 で3番目のデータの頻度情報の公開ということですが、まあ、これが人データのデータベースの一覧ですけど、データの中身がこれだけだとちょっと把握しにくいということで、バリアントの部分だけを加工して、エッセンス助けを取り出して、しかも非制限公開で閲覧できるようにしたものが、まあ、統合バーというデータベースです。 でえー、左側にあるのが、人データベースに格納されている、えー、それぞれのプロジェクトから出てきたゲノムのデータです、これを同じ手法で再解析して、えーえー、バリアントを検出して、日本人という大きな集団でのバリアント頻度を計算して、それは非制限公開できますので、ユーザーはそれを見て利用申請するかどうかを決めることができます。 同じく研究に必要な様々な他の集団での頻度データとか文献データなんかもワンストップで解析できるようにして利便性を向上しております。